あなたは困りごとを誰に相談しますか？一人で子育ての悩みを抱えているパパやママのために公民館などを利用した子育てサロンの運営をしています。お母さんや子供と一緒に遊んで、そこでまた親同士もつながりがあればいいかなということで始めたところです。市民生委員は地域の方々にとって身近な存在なのです。